最高。今がここが足方。いや行こうぜ行こうぜ。これ日露日清日露ね活躍した。36式無線機ですね。うんうん。あ、本当これあれだな。坂の上の雲で読んだ通りだなこれ。あれ。うわ、すっげえ。おっさんにはきついな。はい、みんな大好き旭日旗、日本最高。海軍の旗だからね。環境どこだ。ちなみにあの旭日旗はね、国際法で上げてないとダメなんですよ。ここはすっげえ。ほう、鉄鋼榴弾。日本の鉄鋼榴弾はいまいちな出来やったって聞いたけどな。下瀬火薬を使ってたとかね。へえ。ほう、すごい。残飯を捨てる場所たんだろう。すげえよな。監修。あ、来た来た。レッド機。レッド機ですね。広告の後輩、この一戦により各員一層奮励努力せよってね。うん、すごい。やっぱり看守に行かないとね。できねえ。マジか。これが主砲やな。多分めっちゃテンション上がってるわ。うわ、すげえ。東郷さんがいたのあそこでしょ。弾が当たってもね。うん、かっけえ。あれだね、本日天気晴朗でもないけれども波も高えであったね。すげえな。さあ次は上に行こう。
響はこの上にありますって書いてあるね。よいしょ。広いかと思ってた。なるんでやめちゃいますけどね。これ有名ですよね。あのフランクリン・ルーズベルトがこれをあのめちゃめちゃ褒めたたえたっていうね。これ勝利じゃないんだよね、厳密に言うとね。穂村寿太郎さん、この人頑張りましたね。こういうことしちゃいけないんだよ、軍神ってね。広瀬武雄さん、大分の人なんですけど、平野さんの方が3名ですね。天気清浪なれども涙がしで、この人は吉弘お兄さん、騎兵殿ね。ロジェストエースキーさん、